さあランクマッチのお時間でございます。はい、行きましょうか。ね、サクサクと。そう、みんなが見たいのは対戦だからね。いやーもうこれもね、突破していかないといけない壁ですからね。でも悪くない点だからね。ベスタムーは今のアリーナは、はい、アカリリスとかを使った移動型と、はい、あと稽古相手とかを使った、はい、あのタイプ、なんて言ったらいいのかな、あれはなんて言ったらいいのかね。その得意カードを連発して、はい、強いカードでね、に成長させて、いきなりボンと出すタイプ。あと一応、はい、ラミアジェクとかもある。何にするかな。そう、恐ろしいね。恐ろしいことばかりだよ。恐ろしいことばっかり。勝ちたい。勝ちたいよ。欲望の、いや欲望の漏れが。いやね、せっかく作ったデッキ勝たせてやりたい。まあ、お、でもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。無だ。さ、すべてを無。気持ち行きたいね。行きたい。アリーナに対してはジャミラツツーバー V、はい、普通に前に置いてるけど。え、なんかエアゴーストは前でもいいパターン。あ、そっかそっか。でも今はね、そんな見ないんだよね、実は。昔は大口橋とか結構空いてたからあれなんだけど。ポンポンチテンションも上げつつ相手を倒して、そう、引く。まあそれ引くか。あ、引く。さあ引くよな。いや、そうですね。引かない理由が今特になかったからね。さあ笑い袋も出して、供物を引き込みたいところ。引かないね。引かない、引かない。テンションも上がり、さあ、塔の兵隊がいるってことは結構移動軸の可能性が高いかな。いや、まあ、でも相手のワニだからか、そうでもないか。よろしくね。来た、お、稽古相手。稽古相手殴りにも行った。攻めますよ。やるべきことは全て終わる。で、私の気持ちなんだよね、この序盤は。さあ、お、こっちを相手も引きたい感じか。じゃあ、なるほど。いっぱいでもう一枚。そう、おっと、ドラムゴート。いいんですかね、そんな後ろにばっかりユニット置いてて。知らないですよって。まあ入ってないですけど。いいんですよ、何があっても知らないですよ。ねえ、どうなっても知らないよ。私のターンだ。なんとか処理したいね、あれ。ピサロナイトでモールを張り、この一点重いな。いでよ我が血族。さあ、我が血族を出し、テンションかな。お、時間はない。さよならサンディをしない。はい、食べて。前に出した、回し蹴りか。ということは、ということはそうだ。さーて、お得意のパターンだ。残り2ダメージ、わー、稽古アイデル取って、はい、ズシオーマル置いときたいね。はい、おっと、塔の兵隊も出して、さらに後ろの床を潰して、もう2回テンション上げられるけど、ここはテンション上げてきた。わらわらわの後ろの床が。そしてまだ取れないね、これしかも。わー、わー、うわぁ、きつい。ハーゴンきつい。ハーゴン、どうなるかな。この一点しよう。私たちにかかれば、まあ敵じゃないって感じ。苦しいよ、苦しい。
かわいいシャンディちゃん、シャンディちゃん。ドラムコートほっとくのはやばいね。ちょっとやっぱりかーかー。おー、ってことはラニア軸か。なるほど。噂をすればさあ来ました、ラミア軸でございます。ラミア軸の特徴はテンション使いまくってカード引き切って、そういうことですね。一番最後にコスト1下げるカード使って応募を全部出すという、無念無双から応募6枚が一気になってるからね。ただラミア軸だったらそんなに、まあ耐えることはできるって感じですか、こっちは。そうね、ただ手札のな入りが悪いんだよ、ね、お、来た来た。打点3のカードと考えれば一応ね。で、サンディーさん活躍した。これ活躍って言っていいのだろうか。活躍ですよ。大活躍ですよ。うわ、ドラムゴート残してるな、やっぱりやばいって。やばいよ、残したくて残してるんだよ、こっちも。やばいよ、無理。残してるわけじゃないでしょ。ないでしょうよ。分かってるけどやばいよ、メラゴすぎて。ここは出す、そうだね。次のアタッカーを増やしとけば、なんか使わせる方向にした方がいいですね。テンションの低い、なんでこう動画映えのする相手が揃いますかね。別にね、別にあれだよ、まあ、取り直しとかしてないんだよね。取りだめとかしてないからね。割と全部成功法で全部流しちゃってるからね。そうそうそう、このさ、ウィバルドの撮影はね、あの NG がないからね。なんでこんな動画映えする相手が揃うかね。しかもメラゴで撮られるという、このこっちが欲しいんだよ、それ。やばいって、無テンションで2回開けられて。うわあ、やばい。ラミア揃う前に殺される。さばきの炎、さっきの化け物を入れてるから。おっと、おかえり、さんちゃん。いい感じに相手もドラムゴート守るね。でもやっぱり応援もして、次のターンを見越して、そうね。揃い始めてきた。1枚目。そしてね、残念ながらね、このオーブはね、はい、破壊されないんですよ。どれは守ってしても。どれは守ってしても、ラミアの復活を邪魔することはできないと。引くね。引きますね。引くね。今何枚あるの？今相手、別にユニット出す必要がないからね、なにせ。もう一回いく？あ、もう一回やったのか。ベイパンを削りに来た。なるほど、うちを取りに来る。なるほど、確かにこれじゃジャミラスで取れないね。早くしないと終わっちゃうわ。いや、これ私のターン、打点負けしそうだ。負けて。そのありがとうっていうね、顔をね、塗りつぶしやろう。前しか置けないんだよね。そうね。あ、前出ちゃう。破壊。あ、そっか。が先だね、これは。なんだよ。いや、まあだから相手の4枚で12点を取り返せるかって話よ。と、次ほっとけば18点飛んでくるよ。どうなの？そうか。ね。後ろに置けたのか。どうなのよ。ね。よよ、どんどん引くね。ちゃんとこう引くデッキになってるんですね。そう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 。うん、来た。あと4枚で6だから。うわあ、モーリーはほっとけないね、さすがに。ほっとけないよ。ほっとけないカードちゃんと出してきた。あ、そっか。さばきの炎を。今相手のデザイン何枚ね、オーブがあるかにもよるね、これは。光はちょっと重いな。
ホーキング、これは回復は自分と、はい、どれが良かったのか。まあそうだね、選択肢としてはドリアムが死んでも自分が生き残ってればいいっていうのは当時、綺麗に取られた。あ、そうか、そうね、これもしかもテンションも上がってドローもして、いやこれはもうちょっとミスったな。ドリアム回復だし、ドリアムはそもそも後ろにいればよかったですね。まあそう、まあまあでも投稿中は後ろも狙えるから、まあこの6枚のまだない、まだないか、まだない、まだない、うわし、大丈夫、可能性はあるよ。さあ、地方を打ちましょうか。まず地方をね、盤面さえ返しちゃえば今そんなに辛い状況でもない。あの3枚が全部オーブで次のターンオーブだったりしない限りはこれでもそうするとこいつら倒しといた方がいいってことですよね。そうね、下手にドローをさせるカードだから倒しといた方がいいね。死にたいけど戦うしかないですよね。そうね、まあ、ただ相手のところは3枚だから今結構もう札が尽きてることを考えるとチャンスではある。今がチャンス。ただこっちの攻撃力強いのがいないのがきついっすね。デッキにたくさん入ってるはず、祈ろう。あと3枚、やばい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 、凶悪凶悪。あとやばいね。でももうこれ次のターンで終わる？なんか終わりそうな気がするね。片やこちらは11点、あ、でもゴンズで上げて11、16、間に合わない空気間に合わない空気。いやでもあの5枚の後ろ下2枚がオーブの可能性だってあるから、そう、諦めない心、そう、勇者とは諦めない、後ろでも前でもどっちでもいいかマジゲリ警戒しようって言った矢先に前にいやーないこと祈るしかねえこれ動画的には揃ってほしいけど、ないこと祈るしかねえ。いや動画的とかじゃないですよ、勝たないと。サンディアタックじゃなくてよかった。同じことでしょ、サンディが殴れた方がいいんじゃない。あ、そっか、別にそこで振り返しにことはない。さあ祈るしかない。もうまだガシャゴッキーいたのか。揃ってるっぽい。もうこのコメントはそうですね、揃ってるっぽいな。これどうですかね。いや、わかんないよ。本当に簡単したかもしれないね、やるじゃない。そう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 、あそう、福袋、ああダメだ、完全に揃った。ダメだ、完全に揃ってしまった。もうテンション上げられるもんねこれ。え、でも最後の1枚だったんじゃないですかこれ、もしかして。最後の上げても聞いてもう引けるもんね。そう、見せられる、見せる、うわー、時は来たれり。これ長いのよね。初見ですわ。あ、本当？バトルでは初見ですわ。これもうこの瞬間からリタイアできないから。大空お前のものだって。え、僕の？いや、相手。うわあ。いってらっしゃい。まあ綺麗。まあ綺麗。いや。から死ぬとは思えないね。いや本当に。どんな相手だって私神演出ですよ。神演出。この夜空にさ、あなたの負けって出てくるのがいいね。時間かけすぎたか。
いやーまあでもいい動画としてはいい、まあ確かに非常に綺麗な、さあというわけで今回は、はい、見事に相手にやられました、ダミられたわけですが、いやーいいバトルでございました、いいバトルでございました、いやー綺麗な映像をほどにあとご協力ありがとうございます、ありがとうございます、というわけで、はい、マッチまだまだ続きます、どんどん頑張っていきましょう、頑張ります。